今はそんな緊張してないんですけど、しっかり自分の力を出し切れればなと思ってます。普段400で練習させてもらってるんですけど、サンさんは、過去のレース見てしっかり勉強してきました。目標ですか？最低決勝は行きたいなと思います。やっぱ上に行っても通用できるようなレースをして勝ってこいと言われました。まず単純に僕はパワーがないので、練習でも特にウェイトを中心にやって、でも地足もなくなっちゃダメなので、街道練習もしっかり行って、それからバンクに入って感じを確かめるような練習をしています。プレッシャーはそんなにまだ感じてないですけど、やっぱりお金をかけてくださる方がいての競輪なので、真剣に取り組みたいです。お客様の車検に少しでも貢献できるように頑張らせていただくので、応援よろしくお願いします。